シルバー4やな。いや、最初って結構変動でかいから、2ぐらいに上がっとると思うよ。あ、マジ？一生で2も上がる？上がる上がる。最初はね。マジか。150ぐらい一気に上がって下がったりする。あれ、何回もランクいくことによって最終的に5とかしか入らんくなるんよ。適正な値をはかるってあれやから、最初のうちは結構大きく変動して、何回もするうちになんかその、定まっていくっていうか。やらかしい。これはもう俺、3キルマックスでいくわ、今度から。とりあえずあれやな、怖いから先に向こうにマッチポイントになってもらう。そう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 、うちらがマッチとか行ってダメやね。最初にマッチしたらいかん。てか2回取ったらいかんね。うん、1、うちらの勝ちポイント1までで調整せないかも。2まで来るとちょっと調整が難しくなる。味方やらんというか1-3 がベストやね。とりあえずこのマッチは負けんと。さすがにそう、もう3回はもう言い訳聞かへんレベルよ。わきぼだけ変えるか。いや、噴水わきだ。このカチカチ音絶対動画に入るやろな。入ってるな、多分。あれ、静かな。買いに行かないかんな。ああ最後、手放しとったやろ。戻ってきた。埋めない。なんか、政府が1万5000円くらいお配りしてくれるとかっていう話があるやん、知っとる？ああ、え、1万5000円だ。なんか、まあ、最初10万って言って、うん、その次5万って言って、で最終的に前回1万5000円配ったから1万円5000円以上にしますって。結局何ぼか買っとらんけどどんどん値段下がっちゃうみたいな。1万5000円で、いやあれってそもそも何をどうしろっていうあれで金を取る。いや、あの経済的になんていうんすか、今困窮してるじゃないけど、コロナのせいで仕事なくなった人とかも割とおるしみたいな。なんかで経済も割と影響受け取るから、貯金とかせんとこれでなんか買いたいもの買ったりとかしてねみたいな。でそれで経済回してねみたいな。今回のくらい。まあだって結局最終的にあれやから税金やから、あんまり税金から配りまくっても最終的に税金足りなくなるだけやから。それってあれだけどな、 10% は消費税で買えていくやんから。どこまで面倒を見るかみたいな話。あ、これ逆ポニーレイラー。俺、なるほど、ごめん逃した。尋問されるっていうの。あー確かに。じゃあ俺ちょっとディフューザー持ってるし行ってきますわ。あ、ごめんやってもうた。急打ちしたらおったそこに。やらかしい。まずいな。バルが後ろにおるんと、部屋の中にミラかなんか、ベクターオン。ナイスバル。バルに殺してもらおうか、俺も。
撃ってないと不自然やからな。こういう決め打ちで場所だけ知らせて、リロードをガンガラ出しでやって、これめっちゃレベル低いわ相手。マジか。うん、体ガン出しリロードしても死なへん。ラストミラね。オッケー。申し訳ないけど、これは許して。まあ、これはしゃあない。しゃあないし、これ、あれさ、今、当たった音したか？ああ、一応な、俺のサウンドのあれだったら、ゴツンっていう音はした。俺のあれやと、普通に空振った時に、ふん、シュンと落としよったよ。まあ、俺も正直、あの距離当たるとは思ってなかった。ああ、じゃあ、IQ 取られた。あ、じゃあ。ミラー、何を思ったかなか。向こう走ってきた。あれ、あそこにディフェーザー落としたから多分裏から見ようと思ってたんやろ。体ガン出しリロードしてもなんか全然なんていう、俺の周り打ってくれて死なへんかったし、だからミラと勝負するときに至って俺ミラパネ開ける余裕があったぐらい。早く殺してくれんかなと思って体出して待っちょったのにさ、殺してくれへんからミラパネ開けよった。いや、まあ、あのハンマーで確信したの。これね、でも、これで負けたら多分割と下がると思うわ。うん。それぐらい低いとこと当たってる。もう一回ベイラーおらんかな。あと10秒。ん？いや。それ高的にはまあ今の結構まあ YouTube どっちにしろ行くから。爆弾を発見して解除するんだ。爆弾を見つけた。え、マッチ離れたやし、ふざけなよお前。マジか、そんなやる気なくさんといてやと思うから。あ、じゃあなのか。ちょ、俺フロストマットにリーザー置きに行ってくるわ。ガツン。多分部屋横イーマストマトとか多分置いとるやろ、フロストマットぐらい。ああ、ここお前さあ、空気読めよ。せっかくディフューザー届けてやじゃるってのに。うわ、しかもあれか、火花ピックされとんか。ハードブリーチは俺だけだと思ってた。開けられるかな。あ、それがいい。ビリビリはされとった。え、おらんよ。だってミラやもん、ラスト。あ、そうか。うん。でも俺、まず、そっち、補強壁の方なんか一点すらない。みんな、俺の死因が分かってなくて、めっちゃいろんな窓見よる。いいね。その、飛び降りいいよ。これサッチャーとあれやね、ピバのパーティーやね、なんちゃらティック。え、ああ後ろついてくる。あ、いい突き上げポジ教えようか。ん、いい突き上げポジ。あ、じゃないじゃない、そこの右出て一回。うん、いい。右、逆、N側。ああ。うん。出て、その、出て左側の L 字のとこ。あ、近くおる。俺ね。出会いたくない。あの、L 字のちょうど角のとこを突き上げたら、間部屋の、うん、変なボックスみたいなど真ん中にあるやん。ああ、はいはいはい。ちょっと登れて、っていうとこ。あそこにちょうどあるから、で、しかもな、なぜか知らんけど、あそこ下から突き上げてもな、ちゃんとボックスの上まで死亡判定出るんよ。ダメや、すぐ。そう。いや、俺だからあそこ防衛やったら絶対一回あそこに投げるやん。残り15秒。
もうノータイム。リバースレッドリファイヤー入った。ノータイムやね、うん、これはまああのなかなか演じ切ったと思う。あと3回負けなきゃいかんかな。あでも帰ってきてるから。いやいや帰ってきたやつそんなに戦力じゃないやつやからな。てか戦力になるやつおらへんからな正直。まあなんか突っ込んだら終わりそうな。さっき突っ込んだら終わりそうだったしな普通に俺。お、これ俺いいんすか？サッチャーとかおらんくって、俺を監視する役おらんくていいんすか？どこがポイントか知らんけど、俺開けへんぞ。結構俺らで7キル。おお、だけもうキルできひん。俺もう3キルしてしまったし。まあ、あれやな、ノータイムであれするしかない。そやな、まあだから本気で打っていいんは残り1分ぐらいからやな。でかつ味方がもうほぼおらん状態。あ、そう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 。味方がワンキリでもできたら終わりみたいな状況は絶対やったら、そういう運ゲーやってしまうから。ビゾーとかの遊撃に期待かな。突入5秒前。爆弾を発見して解除するんだ。じゃあ俺それまでハンドガン、残り1分までハンドガンにしとくか。これならなんかこう間違えて撃つこともないやろし。これあれや、あの爆弾が見つかった。マガジン展示。ちょ待って。イーストベッドルイージーに入れるんやけど。お、いやその落ちた。落ちてもうた。な、落ちたな。確信やったわ。どうして RED スキャンを行う。爆弾を発見した。これイースト側のさ、テルミットで割るとこさ、バリケ閉めてくれてるからイージーに入れるんやけど、どうしよう。でも入ったが左右。そう、てか俺だけこっち攻めてさ、なんか周りが向こう展開するって言われて、ランクやったらいい立ち回りしてくれたよなこいつら。どっかにフロストマット見つけとって最終的にそのマットに引っかかるみたいなシナリオはいいな。マット使って逆にシナリオを描いてる。こう時間がない、うわーって走っていってマストに引っかかって終わるみたいな。まあてか平さん帰ってくる前時間稼ぎしないかもしれない。どっちにしろ動機がうん。ちなみに残り50秒っす。味方オペレーターはあと1人だ。切れたらなんか、まあ、再接続なんてめちゃくちゃ時間かかる。10秒残り5秒。制限時間だ。はい、時間切れ。いや入れ。ちなみに一瞬幸福投票来たけど、
すぐに却下された。なるほど。多分ね、幸福投票入れたの一人だけの子だと思うねんな。じゃなかったらだって2蹴られるから。これギリギリ入ってこれんタイプやな。ああ、ラウンド4始まるわ。そもそも起動できてない。マジ今さっきあれでレインボーシックスシージプレイしていますって通知流れてきたよ。マジ？あ、じゃあ今入れたな。じゃあさっきまでね、オフラインの状態でしか入れんくなった。同期できてない。オフラインなんか落ちたら U プレイなんか同期取るためにめっちゃ頑張るんだけど、それが結構時間かかるからすごい入ってます。なるほど。なんかそういうにはなったことないか分からん。あんな感じで落ちたら毎回いいじゃん。へぇ、よし、再接続。リスキルだけしたろ。爆弾を解除しようとする敵部隊に警戒しろ。アガリンを変えるぞ。うわぁ、エネイ湧いとる。なんで来んねんあいつ。しかもディフューザーやったしよ。何こいつ、なんでこいつ俺についてまうじゃん。まあてかノックかなんか部屋入ったんじゃねあれ多分。A ミラー殺されとるやん。うん。ほら、ノックやられたぶん。ノックやな。敵部隊が爆弾を発見した。かわいいやつらの用意がない。味方のオペレーターは残り一人だ。幸福と。あ、速攻で。これミラパネ見られるよね、ここ。あと二人いるから、あと一人はやれる。あー、アッシュはきついわ。サブアカッシュ。この子もあれやな、あの ADS してやめれんタイプの子やな。あれなんかな、あの今まで長押しタイプでやっとったけど、あのクリックに切り替えて癖でなんかとなってまうと。あれってあれやったっけ、長押し、俺長押しないけどさ、うん、ADS 切り替えモードの人ってさ、打ち終わった時って切り替え戻る？戻らん？いや、戻らん。戻らん？ああ、じゃあ、切り替えモードなんか。爆弾を確保。切り替えモードだったらもう、一回押したらずっと戻る。ああ、なるほど。俺長押しやから、相手死んだら自動的に ADS 解かれる。ああ、そうか。うん、あの、キー操作もこうなりゃ一瞬全部のあれの一環で切られる。ミラパネ張るであろうとこ逆から補強してやろうかな。俺はとりあえず補強はしてない。俺ちょっとここからリスキルする。このエリアにいる
と敵に見つかるぞ。気づかれた。怖いてねー。足音すらせんかった。ウエスト N 側なんか、ウエスト N 側ね。なんかすげえとこ補強されてないんやけど、この部屋。これ部屋地獄やわ。地獄フェーズ。うん、あのね、全部の壁に穴開いてる。マジか。裏？逆ポニーノックがおったわ。ノックだけ買っといた。むずい。あ、これまず。もう私キルしません。私ここにいます。あのなんかあれちょっとあれやな、なんかこうチャット行ってきそうやな、あいつら。なんかこう。これどうよ、このめっちゃ勝負してる感。ミラが果敢に挑むも、下から排除る不届き者がおるな。おお、よし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 。それは無理やろ。いやな、3位の。こちらの勝利だ。敵は排除した。カプカンもあった、ね、まだ敵にスピードに変わる。そう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 。で、俺がキリせんかったらいいよ、この試合。完全にこの日大さんにハマっても。でもまあ武器 MPX だし、普通じゃ MP5 か、普通に強いしな。うん、まあ要はあのドックから英国外されたと。そう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 。普段っていうか今までずっと使ってたから、まあ制御的なあれでは。うん。まあ英国もさらに制御しやすいしね、言うたら、うん、何よりタックルが楽しい。これでの移動が楽しい。これ俺さ、ここ持ち席しようか、ここ。横に窓あるけど。一枚足しとく。あざす。じゃあ俺ここ頑張るわ。え、ちょ、ここにインクリアナ入ってる。あのルークが開けよったよ。どういう守り方？え、もしかして俺がここで持ち席する前提の守り方？だってメインバスルーム取られたらあのルテアネ使えへんやん。そう。ってことは俺このメインバスルームのこの俺の持ち着きが重要になってくる。敵の方が接近中。
そういうあれ？いや、何を思ったかは分かんないんだけど。まずい、もう俺の横曲がれた。帰るわ。これは厳しい戦いや。さすがに。地下振ってみようかな。あ、どうも。どうも。もっと近いはずね。あ、マジ？でもなんかさっきピンタッとったな、そういえば。まあ、多分。上に一回見るはず。なんかルークまで降りてきたんやけど、近あって、ここ空いとる。どこ？ああ、入ったん入ったんじゃ、やっぱり。キッチン階段ぐらいから入ったんかな。あ、まだおる。ついさっきまで閉まっとったから。この階段登ってったわ。ナイス！これも狩り戦かってだけの話やん。リバースフレンドリーあのリバースフレンドリーファイヤーやろ、俺のこと撃ったやろ。あナイス。多少威力上がったんかも知らんけど、うん、まだ弱いな。普通に先打ちで撃たれ始めたのに全然後で胴打ちで勝ったわ。まあ FMG ない、いや最初から防衛側の武器やからね、うん、あ、そうか、スカート解散したんか。うん、あ、そうだ、申し訳ない。いやいや、普通に押したら一人で行ってもうとけ。あ、てかまだ切ってないわ。録画してること忘れとった。じゃあ、9戦目かな？終わりです。